ドミニク・ジョゼフ・レオンは、アメリカ合衆国コネチカット州、ノーウィッチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。相性はドム。シアトル・マリナーズ時代2012年の MLB ドラフト16巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、エヴァレット・アクアソックスで、プロデビュー。 19試合に登板して3勝0敗後セーブ、防御率1.36、39奪三振を記録した。2013年は A 級クリントン・ランバー・キングスで開幕を迎えた。3試合に登板後、4月に A 級ハイデザート・マーベリックスへ昇格。29試合に登板して0勝1敗12セーブ、防御率2.50、37奪三振を記録した。 7月に A 級ジャクソン・ジェネラルズへ昇格。16試合に登板して1勝2敗4セーブ、防御率2.50、17奪三振を記録した。2014年はトリプル A 級タコマ・レイニアーズで開幕を迎え、4月4日にマリナーズとメジャー契約を結んだ。4月6日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの7回裏から登板し、 一回を投げ、一アンダム失点一四球一奪三振だった。この年メジャーでは57試合に登板して8勝2敗、防御率2.17、70奪三振を記録した。2015年6月3日に、マーク・トランボ、ビダル・ヌーニョとのトレードで、ウェリントン・カスティーヨ、ガブリエル・ゲレーロ、ジャック・ラインハイマーと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 トロントブルージェイズ時代2016年11月18日にウェーバー工事を経てトロントブルージェイズへ移籍した2017年7月17日にルーカス・ハレルのディーフに伴いメジャーに昇格した8月13日にキビキリストに登録され16日に復帰したこの年は65試合に登板して3勝0敗1セーブ 防御率2.56、81脱三振を記録した。2018年1月19日にランドルグリチャックとのトレードでコナーグリーンと共にセントルイスカージナルスへ移籍した。2019年11月20日にディーフとなり、25日に自由契約となった。2020年1月23日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。9月11日にィーフとなり、13日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月14日に FA となった。2020年12月9日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、2021年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年6月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。